日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日はもしもの話その2について。もしもあなたが、はい、日本語コンテッペイの時間ですね。よろしくお願いします。元気ですか？僕は元気ですよ。もしもの話面白いですね。前回ね、前の回はもしも皆さんがお金持ちだったら何をしたいですか、ね、僕だったら家を買いたいとか、日本語のアプリを作りたいとか、日本語が勉強できる小説やオーディオブックを作ってみたいとか、ね、そういうこと。あとは家が欲しいとか、もし犬だったらどうしよう。犬だったらやっぱり田舎でね、外でね、家の外で、できれば自由に行きたいですよね。あとは鳥だったらどうするか。鳥だったら空を飛んでどこに行くかな。わからないですね。他の鳥と同じように空を飛ぶのか、自分だけどこか他のところに行ってしまうのか、まあわからない。続きですね。もしもの話は面白いので、でもしもね、皆さんがじゃあもしも日本語がペラペラだったら何をしたいですか？ペラペラというのは日本語がすごくうまいということですね。もうネイティブレベル、ね、皆さんの日本語がもしネイティブスピーカーのレベル、ね、僕の今の日本語のように、ね、みたいに日本語がペラペラだったら、ね、何をしたいですか？日本語がペラペラだったら皆さん日本に住みたいですか？それとも自分の国にいて日本の会社で働きたいですか？うん、それとも好きなアニメとか漫画を日本語で楽しみたいですか？うん、僕はね、もし皆さんが日本語がもしペラペラだったら日本の田舎に行ってほしいですね。日本の都会、例えば東京とか大阪とか京都とか、ね、そういうところでは日本語ができなくても結構その、まあ、イングリッシュメニューとかね、たくさんありますから、全然問題ないですよね。だけど日本の田舎に行くと急にね、やっぱり日本語はできないとちょっと困ります、ね、まあ田舎でもそのツーリスティックな場所とかはあるんですけどね、そうじゃないところですね、外国人がほとんど行ったことがないところとか、そういうところに行くと面白いんじゃないですか。うん、もしもの話面白いですね。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルイゴ、またね、またね、またね。